子が向かい合って置いてあって、その横に冷蔵庫が置いてある。で真ん中にテーブルがある。でこれはね、多分捨ててあるんじゃなくて普通に使ってたんだと思うんですよ。ただ疑問に思うのが、なんでここに冷蔵庫があるのかなって。冷蔵庫も現役で使ってたかのように置いてあるよね。でも当然ここに電源があるわけじゃないし、ここはまだわかるんですよ。っていうのも、ここがこうゲートボール状なんですよ。だからこういうの置いてある。老人の方々がここに来てゲートボールして、でこの椅子座ってなんか話するとか、まあそういうのはね、まあ、想像できるんですけど、なんで冷蔵庫があるのかなと。電源がないのに冷蔵庫がある。中身はどうかと見てみましょう。中身はあれですね。もうこれ開かない。なるほど、そういうことか。なんで冷蔵庫かと思った。ゲートボールの道具入れですね。ボールとか、なるほど、それでこれ冷蔵庫置いてあるんだ。これは分からんわ。でもこれだけ見たらなんか冷蔵庫がね、捨ててあるかのように置いてるけどね。謎が解けました。なるほどね。